国家非常事態対策委員会 の、 その特別編です。また引き続きオウムの問題についてお話ができればと考えております。もともと世間の人は昨年のオウムの麻原の死刑でもうオウム事件終わったんじゃないかというように思われているんじゃないかと思いますけれど、他方をリチャード・コシミズさんという、この問題ずっと詳しい方は、もともとオウム事件は終わっていないということで、前のオウム事件は単なるその予兆で本番はこれから起きるというようにお話をされていて、それは前のオウム事件は北朝鮮の問題と連動した形で起きたんだというのは彼の説なんですけれど、今現状北朝鮮の朝鮮半島のこの問題についてかなり大きな動きが今年から来年にかけて起きるかもしれないというような、もう世界の政治経済の情勢があるわけなんですけれど、その中でもしかすると第二のオウム事件が起こりうるかもしれないというようなことがもしかしてあるのではないかということが私の関心事なんですけれど、それにつきまして、もともとその左翼問題、過激化問題、オウムの問題にお詳しい、理学 の、 その理科の問題にもお詳しい早見恵子さんと、あと放送政治連盟の調動員総裁にお聞きしてみたいと思います。それではまず早見さん、第二オウム事件のことについて何かご存知のことがあればお話しいただければと思います。はい、一応私オウムの後の後にちょっと本を出版したんですよ。この、カルト漂流記オウム編という、その過程で証言を欲しいなと思って、アレフに行ったり光の輪に行ったりして、アレフは警戒しててなかなかその会ってくれなくって、でもそのアレフにコンタクトを取ってる、女性とかはネットを通して出会うことができて、でいろいろとその監獄にいる人たちのお話とか、どんなふうなことをしていて、どういう感じで獄中を迎えているかとか、そういう話は聞くことができたんですね。でそれで光の輪に行った時は広末さんという広報委員長だった人がいて、彼すごくいい人なんですけれど、自分彼はその自分が騙されて未熟だったというような言い方をしてるんですが、上優さんはずっと麻原商工が悪かったと、でだからそれが見抜けなかった、自分がいけなく自分たちがダメだったということで、全部麻原が悪いという言葉でくくっちゃって、その中心板にもかかわらず、オウムでどのようなことがあったのかという検証的な言葉は一切語られず、コンプレックスの強い人間だったとか、ちょっと精神病的に振る舞って監獄で逃げてるとか、結構いろんなことを言ってて、麻原商工のような人に騙されない自分たちになろうと、いう言い方をしてたんですが、彼が麻原商工が座ってるようなふかふかな椅子があるんですけれど、そこにあぐらをかいて座ってて、でそれで弟子たちがしきりにお水を持って行ったりなんだりして、上優を孫子のような扱いでやってると、で私そこに非常に違和感を感じたわけですよ。だから誰かを孫子とかトップに仕立て上げていって、その人の言うことには歯向かっちゃいけなくって、そのしもべとして何でも尽くせと、いうことは自分の主体性を失っていくことであって、本来オウムが目指していたのも下脱であって、基本は下脱は何かっていったら個人個人が悟っていくっていうことだから、弟子がいらない自分になれというのが本来の教えであるわけですよ。でところが最初はその麻原商工もみんなが下脱できるように指導してたんですけれど、象徴性が始まって完全なる階級性ができていった時に、完全たるトップでずっと持ち上げられてて、孫子というのも麻原商工は自分で言ったんじゃなくって、もともとはこの歌も将校将校麻原将校みたいな形で呼び捨ての歌だったんですよ。でその将校という呼び捨てはちょっとダメじゃないかって言ったのも早川とかその辺の審判たちで、それを徹底的に持ち上げることで自分たちのポジションを逆に作り上げていくと、一番近い存在で孫子のことを尊敬してるとっていうような作り方を上優さんも同じようにしてて、その当時
なんか私が行った時にやっぱりジャーナリストの人とかも来てて、なんかああいうあの場所でああいうふかふかなところに座ってるっていうのは、なんか本当に自分たちが何をしてきたのか知ってるのかなっていう話をしたら、僕もそう思うってその人は言ってたんですけれど、誰もそこはあのつっつけないわけですよ。あの、まあ、知りたいのはそういうところじゃないっていうのも多分ジャーナリスト的にはあったと思うんですけれど、で、まあ、そういう、 こうポジションをあの作っていったんですが、まあ、驚くことに彼らたち何億も金をかすあの、まあ、貯めてると。で名目上はあのまあ、シンパかなはカンパって言ってますけれど、私たちまあ活動してて、あの私は活動家の時に全額上納だったから給料全部上げるわけですよ。でそれはみんな上げたとしても、あの集まる金っていうのは知れてるわけですよ。だからそんなに大金持ちがいっぱいいるわけじゃなかったら、あの何百万集まったってあっという間になくなっちゃうと。あのだってまあ何人かがあのまあ職業としてあのずっと中に常駐して文章を書いたり、あの、まあ、いろんなあのことをしてたりすれば、あの非常にこうお金がなくなっていくのは早いわけですよね。っていうことを考えると、あの、まあ、あそこの光の輪で、まあ、自分たちの場所があり、でそこで仕事をしないで、まあ、上優さんがいて、でそれであの、まあ、損害賠償を抱えているんだけれど何もしてなくって、でそれでいて、まあ、何億もお金があるとっていうのは、どっかから握らされてるというのが私の推理なんですよ。じゃあ何のために握らせるのかっていった時に、あの多分あの、まあ、日本の富を、まあ、どんどん取っていきたいと、奪い取っていきたい。で、まあ、そういう、まあ、人たちがいまして、あのやっぱりあの、まあ、先ほどの、まあ、話の中ではあの、まあ、上優さんは CIA のエージェントじゃないかみたいな、まあ、推測を言ったわけなんですけれど、あの、まあ、そこで何かしらを考えているんじゃないだろうかと。でそこで新しい動きに向かうために、まあ、口封じもあるし、平成の時期は終わったとして新しい動きに集中していくように、あの事態を、まあ、向けていったんじゃないかというのがあるので、あの第二のオウムっていうのは多分起こそうとしてるということは私も賛同してます。はい、今の話の中の日本の富を持っていきたいと思っている人たちっていうのは具体的にどんな人ですか？まあ、あの基本的には、まあ、CIA とかそういうのっていうのは一つの機関ですよね、うんうん、で、まあ、例えば、まあ、300人会とかフリーメイソンとか、うん、イルミナティとかいろんな言葉言われてますけれども、うん、基本的にはあの、まあ、元をたたればあのユダヤ人社会があって、うん、ユダヤ人社会が海外に散っていって、うん、そこを中心としてあの組織作られていったから、いろんな国々のまああのなびいていったトップたちは多分入っているとは思うんですけれど、基本はその、まあ、あのユダヤ人社会で、その中心にあるのは私はアメリカじゃなくてイギリスだと思ってるんですよ。だからあの太田龍さんが、まあ、ロスチャイルドって言ってたけれど、あのアメリカとイギリスの関係っていうのは絶対対等じゃなくって、いろんな本読んでてもイギリス人がアメリカ人をバカにする表現っていうのは結構あるけれど、アメリカ人がイギリス人をバカにする表現の出版物とかそういうものが公にこう、まあ例えば大学教授レベルとかっていうところで書かれるケースっていうのはまずない。でもイギリスだったら有名な学者でも平気でアメリカのことをだらしないとかいろいろこき下ろせるから、どう考えてもあの上下っていう関係があるんじゃないかと。で前一回そのアメリカに何か行ったことがあったんですけど、まあ、その時のこの飛行機に乗った時に、まあ、映画退屈だから映画を見るわけですよ。と映画が何語であのまああの聞けるのかなって言った時に、まあ、日本からアメリカに行く時に、まあ、一般的には日本語、中国語、英語で、まあ、プラスされてフランス語があるかっていう感じなんですけど、英語チャンネル2つあってフランス語なくて中国語とあの日本語だったんですよ。でそれであの英語チャンネルなんで2つあるんだろうと思って、やっぱり発音が違うんですよ。でアメリカ英語とイギリス英語だから、あの多分なんかそこは割となんか、まあ、そういうイギリス人が利用するときに砕けたアメリカ英語を聞くと不愉快になる人から何か言われたんじゃないかっていうのがあって、イギリスに敬意を払ってわざわざアメリカに行くのにイギリス英語の、まあ、発音を流していたのかなと私は思ったりして、その何かそのアメリカ人ってイギリスに対して
して気兼ねをしていると。でこれはまた別のルートからちょっと私聞いたんですけれど、まあ、軍事行動においてあのイギリスの方の、まあ、諜報機関が言ったことを米軍が同じことを実行していることが多いと。だから司令系統から行くと先にイギリスで後にアメリカだからつながってるんじゃないかと。だからその中心はやっぱりイギリスにあるんじゃないかというふうに、まあ、聞いたわけですよ、はい。まあ、まあそれについては私も賛同で、はい、私がここで大体お話しさせていただいているところでかなり重なる部分があるんじゃないかと。あともう一つ新しい動き、まあ、あるんじゃないかという、例えばそれ具体的に まあ、どんなことが考えられるのか、先のことなので、まあ、なかなか難しいと思いますが、まあ、でも彼たちがやりたいのはあのやっぱり戦いを持ち込むことをしたいんじゃないかと。だからあの、まあ、金を持たせて戦争を仕掛けるとっていうことが彼たちのやり方だとすると、 あそこまでかどうかわからないけれど、テロっていうのはあまり日本って縁がないですよね。まあ、私たち過激派やっててもせいぜい人を殺す気なんて全くないから、あのまあ、ビルに火炎瓶投げるとか、まあ、ロケット弾開発してそんなの投げてたりしたんですけど、あの基本的には人は殺しちゃいけないとっていうレベルで、結局私たちの組織なくなり、まあ、中核派もそこまでの力もなくなりっていうことで、基本的にはあのテロっていうこと自体が日本では無縁なところに多分持ち込みたいんだと。だから何かしらの形でテロに、まあ、あの支援する形の工作を考えているんじゃないかと私は思ってます。今のお話につきて総裁の方から何かコメントいただければ。まあ、やっぱりその全てのコントロールの胴元はね、シティオブロンドンだというのは、まあ一致する話であって、それでシティオブロンドンがそれじゃあオウムを作ったらさ、そうではないわけで、そのニューコートの下の下の下のぐらいが動いて、いわゆる日本にサリンを持ち込ませ、そしてサリン騒動を起こさすと、それで何らかのテストをしたんだ、テストを、はい、そのテストは日本のいわゆる捜査科学能力がどのぐらいのものかをテストしたんじゃないか。で、さっき僕が言ったように全くゼロだと、こいつらはね、捜査できないと。だから次のテロで何を使うかとかね、そういうものの参考にそのデータは使われていると思います。第二のオウム事件もしかするとあるかもしれないという説に対しては、総裁はどんな声？まあ、これもあらゆるね、この想定を害するような事件はあらゆるところで起こってるわけ、世界中で、ね、だからアラブの春しかり、ウクライナのヤヌコビッチの追放しかり、それにはみんなやっぱりそれなりの情報機関がそれなりの役割を果たしてるわけですよ。そういう流れの中で、まあ、アメリカの情報機関 CIA と英国の MI6 とフランスの情報部が過去一体感を持ってやっておったようなことがね、去年あたりはその何かはそこに亀裂が生じたような感じがするんだけど、それにロシアはですね、また別の動きをし始めてる。FSB か今ね、海外はあれ何て言うんだ、あれ URBG か、詳しいことは FSB と URBG と2つある。あ、国内と海外、アメリカとアメリカもあれ、アメリカは国内は、FBI、で国外は CIA と、こうなってるわけで、FBI はメキシコもガテマラもホンジュラスもエクアドルもエルサルバドルもニカラグアもコスタリカも FBI の管轄まで、パナマまで。で、パナマからコロンビアからベネズエラでもブラジルでも CIA なんです。アジアも CIA なんです。ところがヨーロッパも CIA なんだけども、まあ、そのヨーロッパの CIA の動きが
まあ、ウクライナまでは僕は NATO のいわゆる MI6 も、まあ、フランスの情報も一緒にやっとったと思うんだけど、ウクライナ以後のあたりからですね、やはりフランスの情報あたりはロシアサイドにこうかなり近寄ったという感じもするし、ハンガリーなんかもそうだし、ポーランドもそうだしね、ポーランド、ハンガリーでイタリア、スペインあたりがですね、ちょっと別の動きを始めたのではないかと。だからそこらはちょっと変化があるように思われますけども、まあ、日本に対しては同じチリシリ司令部が動いていると思いますよ。だから次何が起こるかは当然わからないけども、あって当たり前であって、私はまあ日朝戦争を企てていると、まあ大体思ってるわけ。だから日朝戦争の可能性というのはね、ちょうどまあ日本の戦争から73年目ですから、終戦後だから75年目ぐらいが怖いなという感じがするわけ。75年後言ったらオリンピックの後なんですよね。でそのあたりがですね、何か、朝鮮半島の統一が完全に完成した後、いわゆる38度ラインが対馬、五島列島に第一線が変わってくると、こういう国境ができるわけですよね。今まで国境は、東西国境は38度ラインがいわゆる対馬、五島に移った時に何が起こるかは、大体次は次の戦争の火種になるんではないかと。となれば、私がいつも10年に1回は起こるというね、1945年の後の73年間で起こった戦争は、朝鮮半島が50年、60年はベトナム、70年は中東、80年はイラン、イラク、90年は湾岸、そして2000年入ってから中東の内紛だね。だから次はアジアだろうと、ずっと思うのね。アジア、次のアジアは日本と朝鮮半島統一後のアジアと、ある程度武器を買う能力を持った国でしかやらさないから、貧乏なら戦争はないということですよ。中途半端な金持ってると戦争の対象国になっちゃうと、武器を売るのが目的かな。だから軍産複合体のいわゆる戦争と、そして戦争後の復興と、戦争で武器で儲け、復興で儲けると。これが経済の、歴史と見たらいいわけです。はい。全くおっしゃる通りだと思います。もともと、ロシアの その秘密警察、GRU ですね、多分ね、GRU。昨日初めて調べたんですけれど、ロシアの軍に直属の秘密、GRU が国外や。国外。多分それが CIA に当たるんじゃないかと、うん、あとはまあ太田先生の本では、もともとヨーロッパはもう当初からロシアとくっつくと、もうあの第三次世界大戦という本があるんですけど、太田先生の、まあ、ジョン・コールマンさんが書かれた本の翻訳本ですけれど、まあ、その中ではもうロシアはヨーロッパはロシアとくっつくと、でアメリカとも、まあ、その現象で始まってるじゃん。そういう感じですね。だからマクロン大統領は言ってるじゃないですか、我々はヨーロッパの、ね、はい、安全保障は我々の、はい、アメリカ抜きでやろうと言っとるんじゃない、はいはい、まあ、そういう意味でも桃田先生の、まあ、一応昔から言われてたことかなというようには思います。今総裁のお話についてはどうですか。でもこれはその北朝鮮がどうするかっていうのは抜きにしてね、うんうん、まあ、私ずっとなんかこう活動をやめてから自分は何であったのかっていうのを検証するためにいろんな国まあ、本読んでて、ニューズウィークとかって結構まあ、割と知的水準が、うんうん、まあ、そこそこはあるなっていう、うん、この日本のスキャンダルチックなのに比べるとそれなりに論理的に書かれてて、でそこでこう海外からアプローチかけてやってることっていうのが、まず職員を解雇するっていうことなんですよ。だからそんなまあお膳立ちされて窓際そこも生かしておいてみたいな、おかしいって言ってやる気ある人だけを雇えって言って、でもまあ松下とかまあ、社員を解雇しないみたいな誇りにしてたのをずっとなんか帰ろ帰ろというふうに言ってて、日本人が従わないとかそういうような記事がちゃんと載っていたわけですよ。でまあ、それと
北朝鮮の問題に関しては日本と中国にずっとけしかけてて、うんうん、で ああいう国をほっといていいのかと、うんうん、でまあ、日本韓国中国、まあ、動かしたい国がまあ、近いところでドンパチしたくないから割とまあ知らんぷりしててだらしないとか、まあ、めちゃくちゃ書いていたっていうのがあってずっと戦争を仕掛けて反抗して向こうの反感というか切れさせてでそれで襲撃させるっていうのを誘い込もうとしてるとっていうような動きはずっとあったんでそれは総裁の言うように多分北朝鮮と、まあ、戦争させたくってそれで北朝鮮が、まあ、爆発して動いてくれた方が分かりやすい構図になるんでよろしいと思ってて、うん、でそれを煽るような何かしらを、まあ、日本とかが例えば拉致問題を挙げるとか、うん、でもそれは一応何ていうか正直に言ってうまくこう、まあ、逃げているわけなんだけれどそのどっかでやらしたいでやらせようとしてるっていう動きは全く嘘ではなくってその通り でそれはそうするように動いていくから彼らたちの力ってあるからその住んでる人たちにとってはしたくないと思っていても巻き込まれていってしまうってことはあり十分ありうんじゃないかと思ってます。だからね、それを今までねブレーキになってたのはやはり在韓米軍なんです。同時に38度線なんです。だからここで南北対立してたこれが今度なくなった場合在韓米軍は撤収してそしてその対立がなくなって統一した場合統一した力が対馬五島列島に最前線が移っちゃうとここがスタートなんです。ここからがドンパチ始まりやすい地域環境になるということ。隣国とのだから私は日朝友好条約というのをね早く結んで統一の日朝ですね朝鮮民族と日本民族の友好条約と同盟を すべきである。もともと一体なんだからもともとは朝鮮人とは喧嘩しちゃいけないと言ってるわけだし、だから在日の朝鮮人も大事にすべきであると。だから朝鮮総連を競売かけるとかそういうことはするなと朝鮮人学校を競売かけるというようなこともするなと、朝鮮人いじめは即やめろといつも言ってるわけ。そうです、素晴らしいですよね、うん。まあ、それももともと日本の朝鮮のいじめっていうのはまあそれこそ奥の院が多分仕掛けてるんじゃないかと、まあ、そんなふうに私は思わないわけじゃないなというように思いますけれど、まずは日本と朝鮮半島の対立を煽っていくというような人たち、まあ、私はまあそれのハーベルの笛吹きってね、いやそこだよ、そこだ日米合同委員会の、スタートライブだよ、うん、と思いました。はいはい、この下にスタートライブがあるわけ、その地下室に極東の戦略するスーパーコンピューターがずらーっと入っとるわけ、はい、そこにヘリコプターが横田、ザマ、みんなここに来るわけだ、うん、で、三次は三のホテルでやってるわけ、うん、ここからも三のホテルはすぐだよ、車で5分だよ、うんうん、ね、その天元寺だから、はい、元赤坂にあったんだよ、三のホテル、うん、なんかありますか。あ、それでとりあえず大丈夫です。いいですか。はい。もともと今回の話は第二のオウム事件の話だったんですけれど、まさに私が、まあ、当時から想定をしていた、まあ、この問題はきっと北朝鮮の朝鮮半島の問題とか今後の世界経済と、まあ、関係しているって話をお二人にお聞きできたんじゃないかなというように思います。ご清聴どうもありがとうございました。We'll be right back.